はい、皆さんこんにちは、あちでございます。ダイナソアやっていきたいと思います。地下水槽に来ました。ここはどこの地下水槽どこって、あのね、私は先ほど糸巻きを使うのを使わずに町に帰っちゃったんですね。で、なんでしょう、いらないものを売ってきたのと、レベルが上がっているので連泊をしに行ってきました。で、あ、よくよく考えたら糸巻き使ってなかった、糸をね垂らさなかったので、あ、巻き取れば昔に行ってたところに行けんじゃないのって思って来たらね、ちょうど地下採取でした。ラッキーですね。というわけでやっていきたいと思いますね。空間感知で、ああ、ちょうどいいとこじゃないこれいや、これ私いい仕事したわ。でね、これね、結局迷路を水にやったらいいんですよっていう感じでいただきました。で、あららら、入った。で、こうやってダンダンダンっていったらいいのかな、いいのかい、うん、よくないよくないね。どうしたらいいんだろう。よいしゃっしゃっしゃっと。あ、敵出てきちゃったね。あー、この敵か。いや、ね、あ、いや、これ全部アンデッドだから。で、チンコン。いやー、リベンジャーまでねアンデッドとは思わなかったですね。まあ、リベンジャーって意味なんだろう。リベンジ、リベンジ、復讐復讐する人かいまあ、あの松坂大輔でリベンジっていうあの言葉が結構流行りましたよね。よいしょ。その松坂大輔もえらいことになってますね。あの人メジャー行ったの良かったのかなっていうね感じだね。まあ怪物とか言われてね、いい感じだったんだけど、あ、これはいいや、あのあれでしたね、もうそれ、あ、彼がもう40前でしょ年くらーってね、ぶっちゃけ思っちゃったりするんですね。はい、寝てください。あ、違う、リズミックだそれ。当たりましたよ。止まってない、あ、いったね。だもんでね、松坂大輔ね、もう彼がそんな年だとねえ、もうプロ野球選手でなくなるのかな。あ、プロ野球選手とか、あのね、 NPB ではなくなるのかもしれないですけどね。それでも野球やりたいよって言ってホークス断ったんでしょ。まあ指導者の感じにとかいうようなね、言われてたみたいですけど、いやー、ほんとね、年、あ、なんで殴ったんでしょうなんでオルリックさん殴ったんでしょう。あー、リズミックしちゃダメだあー、もうボロボロねえ。さあ、これでどこまでいける、戦っちゃおう。すごい、21当たる。ひょっとするとオルリックさんよりも腕っぷし立つかもしれないですね。さあ、来ましたよ。はい、ね、あれ、なんで逆向いてんだろう。あ、採出ね。部屋の両端のバー、あ、食台に青い炎が灯されていった。青い炎に照らされた浅い床は他の床と比べるとどつぶろく不気味な色をしていた。アッシュ、風の紋章を使いましょう。あの炎の魂を確保するのはそれしか手立てがないのですからってなんで前回言ってくんなかったんだろうねっていうか、まあそれ分かってないのかな。うん、使います。風の紋章を解放すると青い炎は食材から巻き上げられ、部屋中に満ち溢れた。すると炎の中に無数の顔がかびを襲いかかってきた。ソロさんかい、タラフクソロさん。ああ、やっぱり。じゃあ行きましょうか。今の我々には全然もう敵じゃないですよ。てか、どっちかというとカモだね。こんだけタラフクいると嬉しいね。はい、
で、ファイヤーで、消炎ですかね。はい、話動いたよ、よかったな。部屋を満たした青い炎は次第に消えていった。不思議とその炎に熱さは感じられなかった。足は炎の中で叫ぶものを聞いた。苦しい苦しい、悲しい悲しい、死にたくない死にたくない、死にたくない、怖い怖い、ね、なぜ私たちが死なねばならぬ、口惜しいと。やがて青い炎は消え、静寂だけが部屋の中を包み始めた。アッシュ、聞こえましたか？今の声は一体何なのでしょうか？人々の断末魔の叫びだったのだ。あの炎はあのように、これなんて読むんだろう、強強しい力を、何かを、強っていう字って訓読みできんのかな、何かを呼び起こすために使ったというのか。はい、じゃあ行きましょうよ。あ、地下2階の階段行けましたよ。地下2階行きましたよ、やっとね。何これ、めちゃくちゃ狭いね、地下2階。お、これだな。あら、あなた一人だけ、あなた一人だけかい。よいしょ、寝かしちゃおっか。ねえ、スタチュー寝るんだからすごいよね。もうお金がね、そうそう3万超えましたよ。あのリングメールとかみんな売ってきちゃったら。さあ、はい、消炎ですかね。よいしょ。あ、そうだ、話全然また戻るんだけどね、さっきのパートでね、コムサイトの話したじゃないですか。でね、プレイステーションでね、コムサイトはベーシックをね、1から自分で組むっていう、まああの時にしたらすごいあれだよね、画期的ですよ。88のプラットフォームの上をベーシック、プラットフォームの上を走ってるゲームの上でベーシックを走るっていうのは、ある種 OS に近い考え方がありますもんね。でプレイステーションでね、カルネージハートっていうのがね、コムサイトみたいにクロート向けじゃないんですけど、カルネージハートっていうのがあってね、あれも結構ハマったね。ポリゴンでね、パーツというかね、その命令のパーツを組み合わせて一つの形態を作るみたいなね。敵ばっかだわ敵多いな、本当にもう。で、ヒムでいいでしょ。あ、違うか、この前寝かした方が良かったかな。チンコン、あ、そうだね、うん、いい何しに出てきたのかな、リビングスタチューさんたちは。ちょっとごめんなさいね、時間どうなの。あ、全然大丈夫だわ、ごめんなさい。もうね、時間の概念が私もう分からなくなっちゃった時間の概念がないって言ったらかっこいいじゃないですかあら、部屋の中におびただしい数の人の死体が転がっており、床の隙間も見えないほどであった。あるものは獅子を切り刻まれ、あるものはカサカサに干からびており、部屋の中は刺繍で満ち溢れていた。困ったもんだね、これは。あ、なんと無害かと。あ、それだけかい、それだけなのかい。あとはどうすればいいんだい。お、まあいいやちょっとこういう場合は左手をね、左手から。敵は出てくるだね。さあ、ここだね。で、消炎で、鎮魂逃げちゃったよ。はい、よいしょっと。おっと、何、うわー、コープス、骸骨だ。髪の毛残ってんだね。アッシュたちは生きていればまだ幼い女の子の死体を見つけた。いや、髪の毛って残んの、そこまでそんなに女の子みたいな感じで残んのかな。女の子は手に小さな木の箱を持っていた。手に取るとそれはかすれた音で調べを奏でた。あ、調べを奏でた。このファルコムの言葉を考える人って
かなりなんかあれだね、こだわってるよね。木箱の底にはこう書かれた。かわいい私のニーニャへ。ニーニャへママより。木箱の底にはこう書かれた。かわいい私のニーニャへママ。これニーニャさんの死体か。あるがる手に入れた。あ、ニーニャ。確か当の女の子の俺がそんな名を言ってませんでしたか。もしやこの女の子は。あ、そうだよね。で、コンバとかへ。で、あんたかへ。全然関係ない敵が出てきたけど。ここでもうちょっと別のものが出てきたらね、おわーって思うんだけどね。リビングスタチューだったら、えっていう気がね、しなくともないよね。はいと。さあ、じゃあね、次は風の塔に戻るんですよね。え、ちなみにこの真ん中突き抜けたら何かあるわけでもないと。ああ。なるほどね。で、私は今これまた戻ってきたよね。戻ってきて、あ、ここか。こっから変えるの大変だったんだよね。すっごい大変だったんだけど、どうやって帰ったんだろう。一遍帰ったよね、スーパート前に。こっから一遍帰ってんだけど、あれ、どうやって、あ、そうだ、思い出した。あ、違うわ、違うね、これ変えるの大変だよ、私の記憶ではね。ぶち抜けないもんね。あ、出てきた。これ大変だね。はい、キムね。あ、違うよ、チンコね。で、あ、防御しちゃったね、切れちゃった。いやいや、風のもの来たれなんて使っちゃったよ。久しぶりだね、シルフさんね。シルフさんちょっと攻撃してほしいけどね、見たいけど、久しぶりね。さあ、チンコンで行っちゃいましょうか。お、まだ。さて、よいしょよいしょ。これがね、非常に大変です。こっから帰るのが、来るのも大変だったけどね、これ帰りも大変なんですよ。で、私今こっち来たでしょ、南向いてるでしょ。これまっすぐ突き抜けれんのかな。ずっとまっすぐ行ったらどうなる。なんかガッツガン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 回ってんだけどね、嫌になっちゃうね。寝かせましょうか。で、ほい。で、はい。で、ほいと。もう眠ってんだね。でね、技術でエリスさんで感知するじゃないですか。あ、この位置か。で、あ、そうだ、エリスさんで行ったから、せっかくだから守護法で使っちゃおう。で、右向いてこう行ったら戻ってきてたら嬉しいな。戻ってない、戻ってないですね。この右に行きたいんだよね。で、これでどう。あー、違うとこ行ってんね。あー、困ったな。よいしょ、こう行ったらどうなる。よいしょ、あー、全然違うわ。あー、困ったぞこれ、困ったな。四五本に使っちゃおう。よいしょっと。で、S って向いてもね、来
ひたすらEに向かえばいいのか。でこれでどう？今ウエスト向いてるけど、あ、守護神使っちゃう。え、どこだいこれ。あー、そんな南に行っちゃったか。で上がってイーストでしょ。これ突き抜けたらどうなんだい。おい、うわー、こんなとこ出てくるのか。もう本当に、まあ守護法人あるからいいんだけどね。これまだ北でしょ。私北向いてるよね。あ、守護法人使っちゃった。まあいいか、使っていいんだわ。うわあ、お、来た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 、おいっと、よかった。はいはい、あ、オッケー、あー出れたよ。じゃあね、この辺で終わりましょうか。次は風の塔ですね。というわけで終わっておきたいと思います。第7章終わっておきます。どうもありがとうございました。